なんかケイさんが持ってる。ちょっと回すなよ。うわやばい。いやいや、マジで大したことないって。マジで大したことないって。やばい。大したことないよ。あんな大きいやん、これ出るわけない。うわやばい。めっちゃ怒ってるじゃん。マジで。回ってよ、危ないよ。やばいよ。顔映っちゃうの。これ回って。こんなに怒ってるケイさん初めて見た。何やばい。何やってんな。やべ。何かやってよ。何を言ってんのよ。だね、何誰がいけないの。タカさん謝る。いや俺じゃないどうする先謝っとく。俺じゃないって俺じゃない。俺何も捨てたんや今日。何が起きたのかちょっと犯人切る。あのね俺がこう あるんですけどうち、うん、袋に、うん穴が開いてた。しょぼう。しょぼすぎる。過去一しょぼ切れだぞ。違う。一番切れてる。一番切れてる。違うのよ。はいはい。で、うん、ただ、穴が開く、開いて、ちょ、物自体に僕が怒ってるわけじゃないですよ。そりゃそうか。その、開くには条件が絶対必要で。まあまあ、開くには条件が。条件が。育ったのかな、条件が。探偵みたいな。で、僕は一回前ね、それをやったことがあるから、はいはい。多分やったやつがいるんだよ。え、俺今日捨ててないマジで。お前捨てない。俺は捨てたけど、一応条件。あ、ちょっとすごい条件聞いてから。条件。弁明してよ。うん、新しくね、なんかゴミ袋変わったんですよ。僕がいつも買ってた。同じ場所で買ってたんだけど、はいはい、まあいろいろあったのかな。物価だからかなんだか。ゴミ袋のちょっと物が変わったんですよ。はい。うん、ちょっと薄くなったんですよね。あうん。で、一回、僕、捨て出てね、うん、いっぱいになってきちゃって、うん、入んないからギュッてちょっとやったんですよ、うん、穴開いたんですよ、ギュッてやって、うんうん、今日ちょっと穴開いたんですよ。はぁ、あ、ね、自分ギュッてやれないだってで、僕ギュッてやったんですよ、今回だからもうやるのやめたんですよ。そうか、それを学んでるからじゃあ、はい、ね、で今回ちょっと開いてたんです。ただ今回奇跡的に、私が学んで二重にしてたんで、二重の外側の方が穴開いてたんで、セーフなんです。二重の外側が穴開いてなくて、内側じゃなくて、それどうなってんのそれ。でしょ、うん、多分誰か押し込んだ人います。ギュッてしちゃう。ギュッてしちゃう原因なんだ。ギュッてしちゃう原因です。自分でやってたじゃん。自分でやってたよね。絶対ギュッいます。自分でやってたよ。俺はやってないよ。ギュッは捨てたけど、ギュッは俺捨ててない、まあ、まずゴミは捨ててないです。はい、捨ててない。俺も捨ててないです。じゃあケイさん捨ててたじゃん。ケイさんは捨ててないです、まあ、ね、今日ってか来た時点でいっぱい入ってたよ。確かに来た時点でゴミいっぱい入ってたよ。確かに入ってない。入ってない。来た時点でヤグシが言うから間違いない。俺捨てる時点でゴミ入って、じゃああのゴミ何だよ。じゃあ持ってくるあのゴミ全部。だからそれ何してたの。俺はさっきの昼飯なのか。あれ、あれは捨てたよ。でもギュはしないんだ。ギュだってしない。ギュはしない。でも割り箸使ってたから尖ってる感じ。外でしょ、二重の外からだよね。外ってやめてんの。外 外がポイントなんだよ。そうだよ。外からやった人がいいんだよ。誰と外だから犯人じゃん。じゃあ中からギュッ擦れてパターン。ああ自分じゃだ。じゃあそれ今やってギュッギュッってやってわあじゃんじゃんギュッってやっちゃって自分でやっちょっと待って。現場見てて。今はやってないです。やってた。今やってないです。ああとか言ってきた。やってないです。え？わ。だってじゃあ俺が一番、俺のゴミしかなかったら俺だけど、その前にいっぱいゴミがあったら、でもその前にあったのをギュッてやってないから怪しいんですよ。気づくもんね。まあ確かにやりだとギュッてやったとは言えないよね、今の流れでは。言えないし。言えるよ別に。俺だったら、あ、俺かもってなるし。そんなこと、このぐらいだったら、あ、俺だってなる。俺じゃない、俺じゃねえから言ってんの俺は。前回もあるから試したら数々の実験も。前回じゃない。前回があるから。前回という名の全て濡れ衣なんだよ。なければ大丈夫。濡れ衣。やばいやばい、ね、過去の行いはね。やばいって今。今回でもずっとさ離れてる犯人は。だ触ってないんだもん。そうだね。まあ捨ててないんでしょ。捨ててない。そうなる。確かにね。捨ててない。ちょっと見てないでしょ、捨ててない、うん、ちょっと俺結構持って帰ること多いし、捨ててはないな。確かにちょっと離れてる。俺はまあ捨てたけどね。でもポイってできてるだって。ポイってだってあれギュッて沈めないんだよ。だって汁とかついて、まあ汁ついてるの捨てたのはごめんだ、それは俺だわ。
汁が出てたんだったとしたらそれ俺かもしんない。汁が出てたからね。溶かす汁なんじゃないのその外だけ中溶かずにそこだけあるよね、液体で溶けてくるみたいな。なんで外だけ溶けんのよ。溶かす汁、溶かす汁が俺それ食ってんだぜ全員それ食った汁相当ジャンキーだよね。溶かす汁は食ってるから俺は胃は溶けねえぜみたいなことが言いたいわけだろ。なんでそれ言っちゃダメだよ。コンビニでコンビニの飯だよ。溶かす汁、俺汁ついてたからそのままポイって捨てちゃったのは俺だよ。どっちかよ、汚いからギュッてごめん、やってない逆に。少しずつなんかやってだん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 外堀が埋まってきたよ。埋まってはいけても大丈夫な、申し訳ない。どっちかだよ。いや確かにね、今で、どの辺が破れてるの、その袋の方は。あ、確かに。どの辺、外でしょ。外側の上の方ですね。上の方、上の方、珍しいの。まあ上というか、上、あ、だからギュッてやったから引きちぎられたってことを言いたいのね。そういうことよ。絶対俺じゃない。ポイってやってる、切れたってこと。自分でこうやってるときやるんだから。その破片はないの。それはない、絶対。破片、誰か隠してる。隠してるかもしれない。え、破片ってどういうこと。破片、あ、穴は開いてるだけ。穴開いてる。うん、破れてはいないんだ。これがギュッてなっちゃってこってことでしょ。まあ、ちょっと穴開いてるから。俺知ってますね、いろいろ上の人は見てないんだけど。俺は理解できなかったけど。想像したんだ、今。確かによくあるやつだ、それ。探偵の穴を漫画で見たことあるわ、それ。なんでお前それ知ってんだ、みたいな。ビニール袋なんだ。ギュッてやったらそれギュッてなるだろ。それ以外ないだろ。どっち、何、どうやって、どうやって、どこがどう破れてる。見てくれば、見てくれ。もう待って、怪しいじゃん。俺言ったらなんか言うだろ。言わない。俺だけ言ったらなんか言うだろ、お前ら。犯人は戻るとか言わないよ。いや、犯人は犯行現場に戻るとか言わないよ。言うだろ、もう散々やってきてね、このシリーズ。俺の冤罪シリーズ。冤罪シリーズ、俺の冤罪シリーズもう何本目だよ、もう。今回でも一番近いんじゃない、ある意味範囲に。こいつだね、こいつなんだ一応ね。こいつだって動機もあるしね。俺先行ってる、先行って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 後ろからこの好きじゃないでしょ。いやいや、確認して、じゃあ第3者なら確認してって言ったら、こんなに怖いから、怖いから星さん確認して、確認だけしてくれ。確認だけな。どういう破れ方だったの。どこがどう。え、あの出てるやつ破れてる。まあでももう、いや出てるやつ破れてないよ。え、どこ。なんかもうでも二重でさ、やっちゃったから。あ、わかんないんだ。もうわかんないよ。え、もう見えない。隠滅されてんだもん、証拠隠滅。隠滅してるわ、じゃあ。隠滅ってはこれですよ。誰だ、隠滅したの。普通には破けない。でも今日さ、だってこの前の、ちょうど前の動画にちょっと高橋さんをさ、ドアから出しちゃったじゃん。それがあったね。それがあった、それがちょっとやっぱ引っかかるんで。引っかかる。マネに対する高橋さんの、やっぱりこう、引っかかるってことは、ゼロではない。まあ動機としては正しいわけだ。十分すぎるよ。だってあんたも同じで、一緒の現場にいたんだよ。だって動機だったら一緒だよ。同じなんだから、同じなんだから動機は。これ言いたくなかったけど、言いたくなかったけど、あなたも同じ被害者。確かにな。同じ。それは復讐しか生まないからね。何の復讐だったとしたら、何の復讐。どっちなの。難しい問題だな。じゃんけんで1軒目取って。最悪な最悪。ケイさんの可能性もあるでしょ。まああるよね。ケイさんの可能性もある。ケイさんしかないだろ。ケイさんの可能性は一応。俺やってるんだから、やっぱり。触ってない、ゴミ袋触ってないんだから。よく喋るってなるよね。よく喋る話。それ3対1だからな。3分の1、3分の1、3分の1、1なんだからね。そりゃそうだろうな。3倍やってしゃべるな。それしゃべるだろ。3対1なんだよ。それしゃべるよ。しゃべるな。ちょっとじゃんけんで決めとこ、一応。最悪だ、最悪。裁判官に決めるじゃん。じゃんけん。じゃんけん決まる。じゃんけんは絶対。振りすぎるも裁判で、今、高橋さん振りすぎるから、裁判では決めたら申し訳ないからさ。じゃんけんで決める。裁判員制度決めたらもう結構いっちゃう。なんで俺決められるんだよ。現在なの。一番やばいってこれ。でも勝てばいいんだよ。勝てばいい。じゃんけんで。そう言うんだよ、こういうことやるやつは。これ、落としれねえだ。裁判制度にしたら負けちゃうもん。俺ら今だってもう、高橋さんだなって思ってる。なんで思ってんだよ。あ、俺だと思ってた。はい。決めてよ。はい。最初はグー、じゃんけんぽい。負けんなよ。負けんなよ。
あこれは俺もフォローできない。じゃんけんで負けた。押し付けなかったな。じゃんけんによる2分の1の確率の押し付けだから。囲碁気をつけてください本当。今回はいいけど。いや、大丈夫。いや、大丈夫。ケイ打ち切りシリーズ、たかし冤罪シリーズ。まあいいの気をつけるって形いいですか。しょうがない。しょうがない。お前が気をつけろ。しょうがないね。お前がしょうがないでしょ。ミスあるから。やしもじゃねえよ。でも戦いの乗り越えたらもう一個大人になれるから。なれるからじゃ。やばいよあいつ。あんま大人のこと言ってるけどじゃんけんで決めさせてる。なんで最後。裁判制度だったら高橋さん負けちゃうから。悪くしようとしてる。俺絶対高橋さん入れてたね。まず入れんなよ。まず入れんなよ。それはフェアじゃないよね。フェアじゃない。そこはフェアじゃない。じゃんけんはフェア。じゃんけんもフェアじゃない。俺が振りすぎるんだよ、そもそもが。俺じゃねえ。